也の何がそんなにすごいのか、キャッチャーのことキャッチャーに聞け、キャッチャーに聞いた。阪神タイガース矢野明弘、12月で39歳、古田に最も年齢が近い現役キャッチャー。やっぱり僕が思うにはやっぱキャッチングが一番すごいなと、まあ、今までね、まあ、基本的にはやっぱ脇を締めてとか言われる中、古田さん独特のキャッチングで、しかも低め両サイド際どいところを全部こうストライクに見せられるような技術っていうのは本当に、うん、すごいなと感心ばっかりしましたけどね。真似しようとしたんですけどできなくてまあ普通の高校野球見てても古田さんは意識してるのかなっていう子がやっぱ増えたっていうのは古田の存在大きかったと思いますけど、ね、中日ドラゴンズ谷繁元信、プロのキャリアは古田より1年長く、来年20年目を迎える。すごいとしか言いようがないでしょ。だってそこまで成績出してるキャッチャー他にいないでしょ、はい、僕が勝っての試合数だけですもんやっぱり成績を見てみるともう断然古田さんの方が上で、いつもベストナイン、僕の上にはいつも古田さんがいたんでね。秋山が走って古田刺した。まあ自分で言うのもなんですけどスローイングは負けてなかったとまあこういうこと言ってもね、ほぼ負けてたんで、まあいつもこう古田さんを見ながらやってたっていうのはやっぱ確かですね。読売ジャイアンツ阿部慎之助、プロ入り2年目の2002年、古田を抑えベストナインに輝いた。敵のチームをこう巻き込んでしまうぐらいのね、配球をしてきたりとか、まあそういうので、まあ、何回もやられてるんでね、バッターからしたらいつの間にか追い込まれていつの間にか終わってるっていう、そういうのがあるんでね、まあ、そういうのは、これから僕もたくさん試合を積んで、そういうのができるね、キャッチャーになりたいですね。